どうも皆さんおはようございます。ジャック・ファースです。今私は成田空港第2ターミナルの前にいます。ということで本日はですね、ここからニューヨークの方に行きたいと思います。で、今回ですね、なんと JAL のファーストクラスに乗って行きたいと思いますので、今回ね JAL のファーストクラスまた皆さんにねお見せできると思いますので、ぜひね楽しんでいただければなと思います。いや、今回ですね、アラスカ航空のねマイル変更が、12月下旬にね予定されてまして、もう動画出てると思うんですけども、その関係がありまして、この東京からニューヨーク路線というのは、お得路線ともね言われておりますし、海外等々ねブロガーとかにもね紹介されているすごいね人気の路線という風になってますんで、個人的にはですね、ここはね解約待ったなしと、解約されると私はね予想しておりまして、最後にねこの路線東京ニューヨーク路線ねファーストクラス私は乗ったことがないので、前回ねシカゴでしたんでね、乗りたいと思っておりまして、変更されないっていうことはね、ちょっとねないと思ってたんですよね。ですけども、なんと今のところ変更なしということで、今回ね、せっかく取ったんですけども、変更されないっていうね、こんなことがあるのかっていう感じなんですけども、そういった感じで落ち着きましたんで、今回はね、とりあえず JAL のファーストクラスに乗ってニューヨークね行きたいと思いますので、ぜひね成田空港のね JAL のファーストクラスランチとかもね、お見せできると思いますし、またね私も利用したことがないので非常に楽しみにしております。ということで、まだね、6時半ぐらいでまだチェックインできないですね。確か7時からだったと思いますんで、ひとまずね、中入って、チェックインカウンターの方にね行きたいと思います。今日はね12月の30日ということで、おそらくね非常に混雑しているのではないでしょうか。ちょっとまだ中見てないんでね分かんないですけども、ひとまずチェックインの方にね行きたいと思います。ということで行きましょう。ということで、ここから入れるのかな。では朝6時半の成田空港はこんな感じです。前回来たよりかなり明るいですね。前回はね本当にめちゃくちゃ暗かったんですよね。いや全然人いないなまだ朝の6時半ということでかなり少ないですね、人は。ちょっと今日ね12月の30日なんで、もっと人がいるかと思ってたんですけど、全然ですね。ひとまず JAL のチェックインカウンター探して待ちたいと思います。ではモニターの前に来ました。私はこれですね、10時15分発ニューヨーク行き JKL ということで、ちょっと先ぐらいですね。まだねカウンターオープンしてないんで、ちょっと椅子とかでね待ちたいと思います。ではなんと7時からねカウンターオープンだったんですけど、もう空いてるんでチェックインいたしましょう。では行ってきます。今1列目2列目の K の右側の窓側が空いておりますが、変更で1列目でそれではね無事、チェックインすることができました。あとね30分ぐらい保安検査場が開かないみたいですね。7時半からっていう案内ですね。知りませんでしたね。ひとまずチェックインはできたんですけども、とりあえずこの目の前のシートでね待ちたいと思います。非常にふかふかでめちゃめちゃいいです。ということで30分ぐらいここでゆっくりしたいと思います。それでは時刻はね7時半になりましたんで、セキュリティゲート行きたいと思います。今ねファーストトラックやってないみたいですね。とりあえず、ね、行きたいと思います。それではね出国セキュリティチェックしてみました。本当にね目の前にねファーストクラスラウンジあるんですね。ということで JAL のファーストクラス行きたいと思います。では行きましょう。ということでこちらです。本日は JAL ファーストクラス桜ラウンジ行きたいと思います。行きましょう。それでは先にねシャワールーム入ってまいりました。今はね空いてるということで誰も利用してなさそうですね。一応ねファーストクラスラウンジと分かれてるみたいですね。ということでこんな感じです。ドライヤーとティッシュとかありますね。あと洗面台とタオルと、あとお手洗いがついてます。こんな感じで、反対側はちょっと私の荷物が映っておりますけども、荷物掛けと荷物掛けじゃない洋服をかけるところと荷物ですね。でシャワーブースはこんな感じです。で固定式と可動式両方ともありますね。はいっていう感じです。でひげ剃りとかね、歯ブラシとかは、入り口でね言えばもらえる感じですね。今回私はいいかなと思いまして、はいもらえませんでした。ということでちゃちゃっと浴びたいと思います。これから14時間半のフライトがね控えてますんで、さっぱりしていきたいと思います。では浴びましょう。ではシャワー上がりました。ラウンジの方に行きたいと思います。ではねラウンジの方に入ってきました。ここねマッサージルームみたいなところで、結構ねマッサージチェアとかあるんですけど、人がね全然いないですね。はいめちゃめちゃいいです。で緑茶いただきました。今ね先ほどおしぼりも持ってきていただいてありがたいですね。ということでお茶いただきましょう。ということで利用方法はね、前回の羽田空港のファーストクラスラウンジと一緒で、ちょっとこれに写真出しておきますけれども、この QR コードを読んで、まあ、注文してみたいな。そしたらねここも持ってきてくれるみたいですね。ということなんで注文いたしましょう。まあ内容っていうかあれはね一緒だと思いますね。はいまあシャワーもねここから予約できますけれども、先ほどね入った時にねシャワー空いてますって言われたんで、今使えますかみたいな会話をいたしまして、そのまま使わせてもらったんですけど、このアプリでもねお願いすることができます。で食事ラウンジマップみたいな感じですね。ではちょっとねあんまりお腹が空いてないんで、ちょっとお寿司を数貫いただいて終了にしようかと思います。あとサラダは食べた方がいいかな。そうですねサラダいただきましょうかね。あとお寿司、これですね。今週はマダイ、煮アナゴ、卵みたいですね。ではどうしよう、タイだけでいいかなあんまりねお腹が空いてないんですね。でまたねファーストクラスでまたね食事が出ますんでね、はいちょっとタイを2貫ぐらいにしておきましょうか。はいではこれで注文したいと思います。はい、ということで持ってきてくれるみたいなので待ちましょう。こちらが飲み物です。ソフトドリンクと、これ食べ物なんだ。食べ物もいたんですね。でお酒です。結構たくさんありますね。バランタインの17年とかもあります。あとワイルドターキーの8年とかすごいですね。はいあとワインとビールサーバー、あ一つだけ恵比寿樽生がありますね。でこちらにビールグラスと炭酸水があります。こんなもんですかね。こちらねちょっと離れたマッサージルームのところなんですけど、こっちにもねありまして、こちらはね本当に全然利用してる人いないですね。はいということで今お寿司を注文したんでしばらく待ちましょう。そういうことでサラダはね到着しました。思った以上にでかいまあ食べましょう。はいちょっとねこれからアメリカなんであれですよね、しばらくちゃんとした野菜食べれないと思うんでいただきます。美味しいです。なんかドレッシングがかかってるのかな、なんかちょっと酸っぱい感じの美味しいですね。それではお寿司が到着しました、はい、残念ながらね今日はマグロはないみたいですね、はい、タイとマダイと卵とマダイとアナゴと卵ですね、はい、ということでいただきましょう。ということであとね30、40分ぐらい、はい、ゆっくりして登場をね迎えたいと思います。そういうことで時間になりましたんで登場していきたいと思います。いやね、ちょっと薬屋さんに寄りたかったんですけどやってないですね閉まってる。何時からなんだろう。あ、9時45分なんだ。私の登場開始9時45分なんですよね。いや残念ということでしょうがないですね。どうにかしましょう。いやー困りましたね。ひとまずゲート行きたいと思います。ということで63番ゲート到着いたしました。このね下にねゲートがある感じです。今ね階段の上にいる感じですね。奥に映ってるかな、ちょっと飛んじゃってる。で今日乗る機体があれですね、ちょっとねここからだと下に降りちゃうとね、ちょっと下で撮ろうとしたら下からも見えなかったんですけど上でも見えないですね。今日ねワンワールドのね塗装の777ですね。いやかっこいい。ここからもねちょっと全体は見えないんですけども、本日はこちらになります。ということであとね10分ぐらいで搭乗開始になると思いますので、ここら辺でね待ちたいと思います。それでは間もなくね搭乗開始になりますので行ってまいります。お待たせいたしました。こちらでお待ちください。どうぞお待ちください。ギリシャはいらっしゃいましょう。いらっしゃったら大丈夫です。ということで登場いたしました。今回もファーストクラスで、ね、利用させていただきます。こんな感じのね、メニューもいただけまして、ここには Wi-Fi の、ね、アクセスコードがついてます。あとこちらメニューですね。でまずスリッパですね。スリッパがあって、でアメニティね前回と違います。後で開けましょう。まあ、中身はね何度もお見せさせていただいてますけども、またねちょっと違って可愛いですね。でこちらはBOSEのヘッドホン、これも前回一緒だったと思いますね。でお姿勢移動のこちらです。これメンズのねちゃんとスキンケアセットがねすごいですよね。ちゃんとメンズになってるっていうのがすごいですよね。であとこれなんだろう、ちょっとわからない。あ、化粧水って言われる。はい、化粧水です。これはまた前回となかった、あったか、いや多分ないと思うんですけど、はい、今回はこれいただいてます。はい、ということで反対側ねこんな感じです。で、シートの前がこうなってて、まあ、こちらにね足が伸ばせると。で、向こう側にもね。シートベルトがあると思いますけども、ここにね2人座って食事みたいなのもできるみたいですね。はい、前回そういう説明を受けました。でこちらの中にね、この中にねこんな感じで AC と USB Type-A があります。でここに物入れ、まあ、ここにスリッパとか入ってたんですけど、これがあってモニターはねこんな感じになってます。30インチぐらいかな、もうちょっとちっちゃいかもしれないですね。で今回ファーストクラスということで窓も3つ利用することができて、ここに安全のしおりが入ってます。今回も 777-300 ですね。あとシートの説明の紙があったり、スカイワード、あと機内販売ですねあります。あとこちらに座席を倒すボタンだったりありますね。でこれがね開けれると。でここにリモコンが入ってます。注文の下も物入れとリモコンですかね、はい、入ってます。こちらリモコンではなくて、これはね衛星電話みたいですね。前回も驚いたかもしれないですけど、機内で一応電話ができるみたいですね。すごいですね、知りませんでした。はい、そんな感じで、はい、ウェルカムドリンクシャンパンいただきましたということでいただきたいと思います。シートがねこんな感じになってまして、こんな感じ、いやめちゃくちゃふかふかで気持ちいいですね。はい、で今回もねお隣さんがいらっしゃらないみたいで、休むときはね、こちらへということで、こちらの席をね、ベッドメイクしてくれるということで、ありがたいですね。はい、ということで、いただきましょう。いただきます。それでは飛行機が動くまでもうしばらく待ちたいと思います。いやー、いいですね、ファーストクラス。もうこのファーストクラスにも次もう乗れないかもしれないですよね。アラスカ航空の前でもね、いつ変更になるか正直わかんないですからね、ということで楽しんでいきたいと思います。今回ね、7万マイルプラス60ドルぐらいで発見できましたね。いやー、めちゃくちゃいいですよね。ということで、もうしばらく待ちましょう。ではね、外はこんな感じです。はい、窓は3枚ね、利用することができて、よいしょ。ちょっとね、うまく映ってないかもしれないですけども、787が隣にありますね。はい、めちゃくちゃこちらもかっこいいですね。はい、ということで、飛行機が動くまで、もうしばらく待ちましょう。ご迷惑をおかけいたしますこと。それでは、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用タクシーについてご説明いたします。皆様、ご了承ください。ということで、もうね、滑走路まで来ているんですけども、やはりね、今日は12月30日ということで、はい、出発便、到着便、かなりね、多いということで、あとね、離陸まで15分ほどかかるそうです。これは初めてですね。やっぱり、それはそうですよね。今日なんてね、出国する人もたくさんいるでしょうし、日本で新年を迎える人もね、たくさんいるでしょうからね、ちょっとレア体験だったのでびっくりしました。ここまで来てね、こんなに時間かかるって、私はあんまり経験ないんですけどね、あるんですね。ということで、あと15分ほどかかるそうです。それでは10分ぐらいでしょうか、経ちまして離陸いたします。いや、めちゃくちゃ並んでますね。 JAL、JAL、JAL、あれは何だろうな、バンブーエアウェイズ飛行機が並んでおります。いや、バンブーエアウェイズ懐かしいですね。2022年乗れましたのでね、ちょっと画面越しにはね、入ってきてないですね。では離陸します。入ってないんですきいですね。うん、まあ、中はね、まあ、いつも紹介させていただいておりますけども、はい、ティッシュ、このティッシュね、ちっちゃくていいですよね。で、ロクシタンのリップクリーム、これだからいいですね。で、ロクシタンのこれはハンドクリームですかね。はい、ハンドクリームです。こんな細かく前入ってなかったと思うんだけど、時期によってやっぱり中身も違うんですかね。で、あとアイマスクで普通のマスクと歯ブラシ以上。あとあれですね、耳栓、マウスウォッシュ、マウスウォッシュなんだけど、中身は以上ですね。いや、結構ね、大きめなんでいいですね。しかもね、口もかなり広いので、かなり使いやすそうですね。ちょっと奥様にプレゼントしていらないって言われたら、私が機材入れに使いたいと思います。中にね、JAL のロゴが入ってますね。こんな感じになっております。かなりの揺れが予想されるって言ってましたのでね。おお、揺れてますね。もうそうなの。外はね、めちゃめちゃいい青空なんですけど、風が強いのかな、揺れてますね。ひとまずね、今日本時間で11時ぐらいなので、おそらくシートベルトが外れたら即ね、食事になると思いますので、そちらもね、楽しんでいきたいと思います。サービスが始まりました。今ね、ちょうど聞かれたところで、メニューはね、概要欄に公式サイトに載せておきますので、ぜひ気になる方は見てください。今回はこのね、サロン、日本初限定ということで、シャンパーニュサロンですね、こちらいただきたいと思います。日本初限定で提供してるみたいなんで、はい、で食事メニューはですね、まあ、和食と洋食どっちか迷ったんですけど、まあ、せっかくなんで今回は洋食にしたいと思います。めちゃくちゃ迷ったんですけど、どっちがいいのかなと思ったんですけど、まあいいでしょう。はい、洋食でいきたいと思います。で、今ね、おすすめの一品は唐揚げ丼みたいですね。はい、そう、JAL 特製のソラノイル中華そばね、これが確か新しいやつかな、なんかそんなのを聞いたんですよね。はい、違ったかな、うどんですかい、ちゃんぽんですかいじゃなくてね、JAL オリジナル名、空の色。こちらも、確かこれが新しく入ったやつじゃなかったでしょうか。ちょっと間違ってたらすみません。あとはね、サンドイッチとかチーズコレクションとか、あとね、串の盛り合わせとかもあるんですね。すごい。松坂牛のしぐれ煮とかもありますね。そんな感じで、これはね、食事が終わったらいつでも頼めるやつだと思います。あと、こっちの和食、洋食、これは多分到着前かな、はい、芙美子の和食っていうのがあるんですね。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ揺れてるめちゃくちゃ揺れてます。ということで、今注文しましたんで、到着を待ちたいと思います。それはね、機内食が参りました。じゃあアビューズです。いお野菜はパプリカっぽいですね。お酒だっていいですよ。次にアミューズが来ました。羊のババロアだそうです。すごい飛び出したようなあれですね。ちょっとうまく映ってないんでちょっと画像を出しておきます。これはスプーンでいいんですかね。いただきましょう。オリーブオイルとお塩がかかってます。いただきます。ババロア自体に味がそんなにあるわけではなく、味はオリーブオイルと塩の味がする感じです。非常に上品で美味しいですね。次はパンです。これね、前回初めて食べた時に感動したんですよ。これ柔らかさに。いただきます。このパンで本当にちょっとファーストクラスで乗る機会がある方、ぜひ食べてみてほしい。めちゃくちゃ美味しい。で、あとこういった感じでバターとオリーブオイルの塩、こちらもね、いただきます。あとパンね、もう一種類。こちらフランスパンみたいな感じかな。あ、そうですね。こっちは硬い。では次のですね、白子とセイコガニの冷製ラビゴットソースになりました。かなりニンニクの匂いが充満してます。メインが終わりなので、あとはデザートですね。ということで、あとは行っていただきます。ではデザートが来ました。こちらです。これがアイスですね。こっちはね、ちょっと暑いって言ってたんですけど、ちょっと持てないですね。はい、ということで画像を出しておきます。でこちらはですね、ちょっと読み方がわかんないのでテロップ出しておきます。すいません。はい、これのクラフティーで牛乳のアイスクリームどれということで、非常にね美味しいです。ということでいただきましょう。そうだ、おしぼりね。おしぼりのファーストクラスが入ってる。すごいですね。しばらく置いときましょう。でもこれはね、美味しいです。それで、ね、やっと切れました。いただきます、ナッツがね、アクセントがあって美味しいです。じゃあ牛乳アイス、牛乳アイスクリームですね。いやー、機内食ね、めちゃくちゃ美味しかったです。あれなんですね、今キャビアは洋食で振る舞われてないんですかね。よくわかんないですけども、今回洋食でキャビアなかったですね。あ、和食の方にはね、キャビアあったみたいですね。お作りで。まあでも昔みたいになんかちょっとしたここぐらいのね、はい、ああいうのでもう提供してないのかもしれないですね。はい、お作りでキャビアってことは多分そんなに多くは入ってなさそうですけど、なくなっちゃったのかな。まあ時期にもよるのかもしれないですけどね。はい、ということで機内食はね、こんな形に。あります。それではお手洗いに来ました。こちら鏡ですね。はい。で足元にね、こういう着替え台があります。これは座ってできますみたいな、そんな感じなんですかね。はい。こちらね、今パジャマをいただきました。この状態でなっておりました。でトイレにはウォシュレットがついてますね。でアメニティです。マスク、本ダミ、あと乳液とかね、歯ブラシとかも置いてあります。いや、いいですね。で洗面台ですね。でこちら今いただきましたパジャマ、上下ね、こちらは持ち帰りいただけるやつですね。はい、そんな感じでしょうか。このね、 JAL のお手洗いは黒を基調としていて非常にかっこいいですね。はい、荷物掛けとかもね、あります。では着替えて歯磨きをして仕事をしたいと思います。それでは着替え完了しました。こんな感じです。前回もね、こちら、いただいたんですけれども、これね、着心地いいんですよ。はい。今回のね、ニューヨーク滞在もこのパジャマでね、利用させていただこうと思ってましたんで嬉しいですね。はい。ということで歯磨きしてね、仕事やっていきたいと思います。それでは仕事がね、一段落してみましたので休みたいと思います。ちょっとね、あんまり眠たくないんで、今ね、日本時間で15時まで出発してね、5時間ぐらい経ったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、寝れそうだったら寝て、寝れなそうだったらちょっとね、エンターテインメントのちょっと映画でもちょっと見て、ゆっくりしたいと思います。でね、寝るところにはですね、こんな感じの、ちょっと暗くてつってないかもしれないですけど、こういったね、ちっちゃいチョコレートを、いただけると、素敵ですね。ということで今日のところは休ませていただきます。ではおやすみなさい。はい、ではね、寝床はこんな感じです。いやー、めちゃくちゃ広いですよね。頭まだ枕がかなりしっかりした枕がね、飛行機とは思えないしっかりした枕がありまして、いや、いいですね。足もね、バッチリ伸ばせてるんで、めちゃくちゃいいですね。横幅もまあまあありますね。はい、で足元はねこんな感じになります。いやいいですよね。はい、足もねつま先は届くか届かないぐらいなんで窮屈感は全くないですね。いやいい。ということでちょっとしばらくゆっくりしつつ寝れそうになかったらね映画でも見たいと思います。それではあと1時間ぐらいね到着となります。朝焼けがめちゃくちゃ綺麗ですね。先ほどからね、アナウンスありました通り、かなり揺れております。さっきからね結構ガタ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 と揺れておりまして、今お茶をもらってるんですけどお茶はねちょっとこぼれそうな感じです。麗ですね。ニュークロスに乗るとね、綺麗なこういった景色を見れるのもまたいいですよね。はい、ということで、あと1時間ぐらいで、このファーストクラスのね、旅も終わりとなります。いや、本当にね、こういう席に乗ると本当に飛行時間ってあっという間ですよね。ということで、もうちょっとね、景色を見つつゆっくりしたいと思います。ということで、着替えもね、済みまして、もう間もなくしたら JFK 国際空港に到着いたします。いや、とうとう終わってしまいますね。いや、本当にファーストクラスとかね、ビジネスクラスとか乗ると本当にこの飛行時間、本当にあっという間ですよね。はい、今回あんまりね、しっかりは寝れなかったんですけど、でもまあその分ね、仕事もできたし、エンターテインメントもね、結構楽しめたんで、快適なフライトでしたね。はい、ということで、もう間もなくしたら JFK 国際空港に到着となります。まだこの方が感染のたまったとはなかなか言いづらい昨今でございますが、この1年大変多くのお客様と出会いしてご一緒することができ、大変一度深く感謝しております。誠にありがとうございました。その皆様、来たる年もお元気で、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。どうも皆様、良いお年をお迎えください。それでは無事 JFK 空港到着しました。入国していきたいと思います。ということで、無事入国いたしました。今回ね、 JAL のファーストクラスに乗って、このね JFK 空港まで初めて12時間ですね、行きは失礼しました。利用させていただきましたけれども、めちゃくちゃ良かったですね。はい、で今回ね、入国に関してなんですけども、めちゃくちゃ聞かれました。最近なんかね、厳しくなってるっていう話をね、ちょこちょこ聞くんで、もしかしたらその影響かもしれないんですけども、前回ね、どこだったかな、ロサンゼルスじゃなくてハワイに入国した時もね、結構めちゃくちゃ聞かれて、YouTube やってるって言ったら YouTube チャンネルを見せるとかね、今日はね、日本語しか書いてない私のブログをね、見せろって言ってきたり、その後ね、荷物検査も受けまして、荷物もね、全部出して、はい、別に特に何もなかったんですけど、まあ、私はお米と味噌汁ぐらいしか持ってないんで大丈夫だったんですけど、まあ、そういったね、結構細かいチェックもですね、まあ、あれはランダムに声かけて止めて見せてやってるんだと思うんですけども、いやー、びっくりしたね。はい、ということで、今回ね、ファーストクラスで利用させていただきましたけれども、本当にめちゃくちゃ良かったですね。はい、このアラスカ航空のマイルね、結局今のところ変更はね、ありませんけども、まあいつか悪くはなると思いますんでね、利用されたいという方はできるだけ早めにね、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。それではね、私はこの後ね、マンハッタンに向かいたいと思いますので、ここでね、一旦動画切らせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。